ジュンガル。ジュンガル、天社、ジャガン、ガンマエアール、ジュンガジは、17世紀から18世紀にかけて、現在のジュンガル盆地を中心とする地域に遊牧民、オイラトが築き上げた遊牧帝国、及びその中心となったオイラトの一部族。オイラト部族連合に属し、一時期はオイラトの名手となって、一大遊牧帝国を築き上げた。ジュンガル帝国の滅亡後。 このような遊牧帝国が二度と生まれなかったため、最後の遊牧帝国とも呼ばれる。ジュンガル、ジューンガルとはモンゴル語で、左手、左翼を意味するジェギュンガルから来ている。伝統的な遊牧国家は難免して、中央、右翼、バラ、ガンマユエヌガンマエアール、西方、左翼、ジャガンガンマエアール、東方の三部構造をとっており、オイラとの武政権において、左翼、 東方になっていた者たちが、ジュンガルと呼ばれるようになった。ソ連の、が表した、ジュンガルハン国史、1964年をはじめとして、ジュンガルの国を、ハン国アセ国あるいはハーン国とする例が多いが、これは誤りである。そもそもジュンガルの部族長の称号は、本体字であり、ハーンではない。例外として、ガルダンハーンのみが、ハーン号を帯びているが、 ジュンガルでハーン号を使用したのは、彼が最初で最後であり、他はすべて本体字号を採用している。エムチガワンシャラブの1737年において、ドルベとジューンガルの一族は天から出た。カン、チョルゴ状の木の下に幼子がおり、その樹液を吸って育ったので、その子孫をチョロースというとあり。 ウイグルの誕生説話に類似していることから、ウイグルの光栄と考えられるが、その重地から考察して、内満部族の光栄と推測される。ジュンガルの系府によると、15世紀にモンゴル高原の覇権を握ったオイラトの友トン対使、エセンハーンの光栄とされる。1619年頃、モンゴルのハルハブのアルタンハーンのは、ロシア皇帝、ァーリ。当時は、 ミハイル・ロマノフに施設を送り、カルムイクのカラクラ大社がモンゴルとロシアの間にいて、施設の往来を妨げているので、カラクラ大社の部族を両方から攻撃しましょうと申し出た。このカルムイクというのは、トゥルク語で止まった者たちを意味するカルマークがロシア側でなまった言い方であり、イスラム教に改宗しなかったオイラとお刺す。カラクラ大社というのはジュンガルの始祖であるおさす。 アルタンハーンの申し出は、モスクワ当局によって却下されたが、1620年頃に、攻めてきた、オイラトのトルグート部、ジュンガル部を、アルタンハーン自身で撃退した。この時、ジュンガル部長であった、ハラフラは妻子を奪われ、他のオイラト諸部と共に、シベリアのロシア領内に逃げ込んだ。1623年、連合軍は、ハルハブのアルタンハーンであるウワシ本体児を殺し、 モンゴルの総主権から出した。このことは、オイラト語の英雄女子詩、ウバシ本体寺伝でも歌われている。1636年、オイラトの補守都部長トゥルバイフは、チベット仏教ゲルク派の要請に応じて、青海に拡挙するカルマ派の直都本体寺を討伐した。翌年、直都本体寺を殲滅したトゥルバイフは、ダライラマ五世から、モチ教法王の称号を授かり、 グーシノミーン、ハーン、国司法をとなると、青海遠征に同行したジュンガル部長ホトゴチンに、バートル本体寺の称号を授けて、中央アジアのオイラトを任せるとともに、自らはチベットを統一して、チベット王の位についた1642年。中央アジアのオイラト諸部の名手となった、バートル本体寺は、ロシアと坂に施設を交わし、交易を行ったため、 ロシア資料に頻繁に登場することとなった。1653年、バートル本大事が亡くなると、息子のが、領民の半分を相続して、後継者となった。しかし、先ゲのイボ兄たちはこれを恨んで、相続争いを起こし、1670年に先ゲを殺害した。地に先ゲの弟であるガルダンは13歳の頃から、チベットに留学していたが、10年の留学の末に、 帰国すると、兄の仇を討って、ジュンガル部長となった。1671年、ダライラマゴセイは、ジュンガル部を平定したガルダンに、本体寺の称号を授けた。1675年、ガルダンは、州都で、補修都部長であると衝突し、翌年落ちるとハーンを捕虜とした。これにより、それまで、オイラト部族連合の名手であった、補修都部に代わり、ジュンガル部が、 オイラト部族連合の名手となった。ダライラマ5世はガルダンに、持ち教自命王の称号を授け、ゲルク派の擁護者として全オイラトのハーンに認定した。しかし、ジュンアル部で、ハーンに就いたのは、彼が最初で最後である。1678年、ガルダン募食と、寿命ハーンは、ハミトトルファンを征服し、1680年には、カシュガル、ヤルカンド、 ホータンといったオアシスト氏を征服して、タリム盆地を支配するモグーリスンのハーンと、黒山島から、タグルク、イスハーキーヤの宝者を入りに遊兵した。ガルダンは、黒山島と対立する、白山島、白、タグルク、アーハーキーヤの宝者をヤルカンドに据えまいとしば大な、効能を取り立てた。こうして、タリム盆地を支配する一方、1681年以降、 西方遠征にも着手し、しカカザザフフ草原の人人やキルギス人を攻撃した。1684年にはタシュケントとサイラムを占領し、1685年にはアンディジャンに遠征した。1688年、ガルダン・ハーンは東モンゴリア、外モンゴルのハルハブに侵攻を開始する。ハルハブの内紛に乗じて、 ガルダンの弟を殺したハルハ左翼部のトシエトハーンを撃つべくモンゴル高原に侵攻した。ガルダンは迎え撃つトシエトハーンを破り、仏教寺院エルデニ城と左翼のチェチェンハーンを攻撃、その地を略奪した。トシエトハーンと弟のジェブツンダンバホトクと一世は南の内モンゴルへ逃れ、真の後期帝,帝に庇護を求めた。ガルダンは二人の引き渡しを要求したが、 キヨシが応じなかったため、ついに、キヨシと衝突することとなった。ガルダンは南へ進軍中の1690年9月、北京北方300キロのウラーンブトン、ウランブトン、ウランプトン、ントン両名省レッドパイク市で、進軍と衝突する、ウラーンブトンの戦い。ジュンガル軍は、ロシア製の大砲を装備していたが決着がつかず、ガルダンは、爆北へ退いた。 1693年には、ハミノダルハンベク、アブドアッダーラは、ジュンガルの作取を嫌い、清志に接近した。また、ハルハブの都政とハーンらが、後期帝に真珠を誓ったため、モンゴル族すべてが、真の支配下に入ることとなり、ハルハブの土地を奪還するという大義名分を得た、後期帝は1696年、ジュンガル申請を開始し、ガルダンを、ジョーンモド、チャオモード、 アキラ・バクタで破った。敗走したガルダンは六百九十七年四月四日に、アルタイ山無役北のコプトで病死した。ガルダンの息子タンチラは、ハミに亡命したが、アブドアンラーによって捕らえられ、清に渡され、翌年ハミ地区は、真のハントとなった。はすでに、ダライ・ラマ・モセから、エルデニ・ジョリクと本体寺の称号と、鉄の菊院の印児を与えられていたが、六百九十四年、 ガルガンの死去によって正式なジュンガル部長となった。セワンラブタンはカザフ草原や中央アジアのオアシスを侵略する。一方、新朝とは一時的に友好的な関係であったが、1715年にハミ・トルファンで衝突が起こって以降、戦争状態となった。ジュンガルはセワンラブタン統治したロシア経由で工業化も進めた。北方戦争で ロシアの捕虜となったスウェーデン人砲兵士官ヨハングスタフイコールレナットはイリーで1732年まで軍事技術供与に割っている。1715年、チェワンラブタンはハミを襲撃するが失敗する。追撃する新軍は翌1716年、トンコウ、ハミ、バリクルにトンデンを開く。時にチベットでは ダライラマ五世の死後混乱状態となっており、ダライラマ六世の乱立が起きていた。そんな中、アオミホシュート部長で、チベットの愚ハ藩王朝の王の権威が失墜し、彼に対する、チベット人と、アオミホシュート部漁師たちの反感は増えていった。チェワンラブタンはそれを利用して1716年、セレンイコールドンドプ将軍に命じ、チベットに侵攻した。翌年、ジュンガル軍は、 ラサを占領、ラサンハーンを討ち取った。しかし、ジュンガル軍がゲルクハ以外の人員や僧侶などを殺略したので、チベット人たちはジュンガルに敵意を抱くようにな。1718年9月、清はジュンガルに対抗するべく、第一次派遣軍を出したが壊滅した。七百二十年、康熙帝は第二次派遣軍を、大見、四川からチベットに進軍させ、 ジュンガル軍を破り、ダライ・ラマ七世を擁立する。同七百二十年、さらに富康康、フージタン、フルダンの二人の将軍に命じて、トルファン侵攻を開始する。当時、セワン・ラブタンは、ロシアとの紛争に忙しく、東部の防衛はおろそかになっていた。新軍は翌年までに、ピチャン、ルック・チュン、トルファン城を攻め落とし、1722年には、トルファンにトンデンを開き、 1723年には、トロバン感情を築く。1722年には、後期帝は病死している。1725年、清とジュンガルは講和し、新軍はバリクルより撤退した。この時、トルファンのウイグル人は、ジュンガルを恐れて、清への移住を申し出て、清に受け入れられ、宿州に移住した。1727年、 ボルガカ藩からトルグート部の施設が到着したすぐ後に、チェワンラブタンは毒を盛られて急死した。チェワンラブタンの子であるアママ母を毒殺の罪で処刑し、その子のロブサンショナを追い出すと、ジュンガル部長となり、本体寺の位についた。ガルダンツェリンは、父の遺志を継ぎ、カザフ草原やシルガワ流域、フェルガナ、バダフシャーンに侵攻した。年には、 幕北のモンゴル高原に侵入し、ホブドの西で新軍を破り、ハルハ各地を侵犯した。翌年、ジュンガル軍は再びハルハに侵入したが、新王ダンジンドルジとエフチェリン率いるハルハ軍に大敗した。1739年、ハルハ部とオイラと諸部の間で境会が確定され、お互いある大山脈を越えないことを約束した。 モンゴル高原の領有は失敗したものの、東方の脅威がなくなったため、ガルダンセギンは西方攻略に専念できた。当時三つの地図に分かれていたカザフハン国は頻繁にジュンガルの侵攻を受けたため、1740年にロシア帝国に非護を求めた。これによってカザフ草原へのジュンガル侵入はやんだが、ジュンガルの別動隊が 中央アジアのタシュケントとトルキスタンを占領し、高感度半国に侵入して、バダフシャン王子をイリに連れて行った。1745年、ガルダン・セリンが亡くなると、ジュンガルブ及びオイラト部族連合はたちまち分裂状態となった。1750年に、息子のが継いだが、初室のイボアニに遊兵され、1752年には、ホイト部長のによって、 バートル本大寺のヤシャ語であるが擁立された。翌年からドルベット部などが真に投降するようになり、1754年にはダワチと不和になったアムルサナーマデモに投降した。1755年、真の権竜帝は、この機に乗じて、モンゴル軍と満州軍を動員した大軍をジュンガルに、進軍させ、わずか100日でタリム盆地に逃げ込んだダワチを捕獲し、 ジュンガル帝国を滅ぼした。新朝は四オイラトにちなんで帰属した、オイラトの人々を四部に分け、各部にハーンを置こうとした。しかし、アムルサナーがこれに不満を抱いて本体児と称し、鉄の菊院児を勝手に使用して成朝に背き、独立を宣言した。その後アムルサナーは、新軍の追撃を受けて、カザフの中樹図に逃げ込んだが、ヤムイシコに到着した時、天然痘を発病し、 トボリスクで死んだ。その後のジュンガル残党はしばしば進軍を襲撃するなどしたが、それを相当する進軍によって天然島が持ち込まれ、オイラとの人口が激減し、特にジュンガルの人々はほぼ全滅した。ジュンガルの経済基盤は伝統的な遊牧帝国と同様、内陸貿易の拠点を抑えて遠距離の交易から利益を得ることと、 周りの異民族を襲撃して、家畜や領民を略奪するとともに、彼らから功能を徴収することであった。ジュンガルがタリム盆地から徴収した功能は、穀物、綿花、紅花、または、貨幣、小税、混同税、貨税である。北方の産地大河や草原で暮らすトゥルク系小族に、対しても重税を課し、穀物、鉄製品、家畜、黒天の貨は、 重類を徴収した。ジュンガルの支配下に入った中央アジアのトゥルク、軽ムスリムはすべてブハラ人と総称され、軍事のほか、イリ地方に移住させられて農耕に従事した。1720年代には、ブハラ人だけでなく、遊牧民であるオイラト人も農耕を行い、小麦、大麦、キビ、ベイ、カボチャ、スイカ、ブドウ、アンズ、リンゴなどを栽培した。 ジュンガルは、早くからロシアと通じ、カキ類などを製造する技術を持っており、戦闘には鉄砲や大砲、弓や闘争を利用し、大砲はラクダに乗せていた。ジュンガル軍の主力は、騎馬兵であり、その中核を担ったのはユンで、ひなわ重主、槍騎兵であった。ひなわ重主は、プーチン、宝主と呼ばれ、キルギス人やブハラ人が担当した。これら外人部隊も、 遊牧部族と同様、千人体で一応得と数えられた。ジュンガルの歴代君主はモンゴルにおいて、福王の意味であった、本太寺、語源は皇太子号を採用し、チベットのダライラマから授与されることで即位とした。ジュンガルが本太寺号を使用したことで、本太寺の意味は、福王からオイラとの名手を指す意味にもなった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。